前回は古代の長登り銅山を紹介していただきました。今回は近代の長登り銅山をトリスさんに紹介していただこうと思います。トリスさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここ長登り銅山では近代のものというのはどういったものが残ってるんでしょうか？はい、実は銅山以外にも青蓮城など江戸時代以降の遺跡が残ってるので、今日は見に行きたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、長登り銅山跡は奈良時代から昭和35年まで採掘が行われていた銅山です。前回は茅ヶ葉山、大霧山に登り、奈良時代から平安時代までの古代の銅山遺跡を中心に案内してもらいました。後半となる今回は明治時代から大正時代にかけての近代の遺跡を中心に案内してもらいます。最初に向かった花の山公園は、長登り銅山の近代遺跡を見学しやすいように平成21年度に整備されたものです。トリスさん、ここはどういった場所なんでしょうか？はい、ここは花の山青蓮城というところです。明治38年から大正8年まで、ここで青蓮が行われていました。今こう後ろ側にこう石の塊とかレンガの塊とかもありますけれども、うん、はい、こういうのが青蓮城の跡ということになるんですかね？そうですね、はい。あとはこう地面の方を見ますと、あちらの方にちょっとヘルメットのような形の塊があるんですけれども、はい、あれは何でしょうか？こちらがですね、実はこれは絡みというものです。はい、ここ至る所まで広がっている黒い物質は全て絡みです。あ、じゃあこの今私たちが立ってるこの下の石も全部絡みなんですか？はい、全て絡みです。はい、絡みっていうのは実は青蓮の廃棄物なんです。はい、明治時代から大正時代、ここで青蓮が行われていたんですけど、その間多くの絡みが重なったわけですね。じゃあ今この見える範囲に広がるこの黒い石っていうのは、明治から大正の間に青蓮されたその廃棄物ということなんですね。そうです、はい、そうです。ですが、廃棄物ではあるんですけど、実は作られているところもあるので、はいはい、見に行きましょう。はい、こちらです。はい、この壁に穴が開いていますけど、はい、これが煙道です。煙を外に出すための煙道です。はい、これがこの山は花の山と言いますけど、この煙道がずっと山の上まで登ります。はい、この上のレンガはちょっと黒いですよね。はい、これは実はこの素材が絡みなんです。絡みをこういうアーチ状になるようにこう加工してということなんですね。そうです、はい、この廃棄物の絡みをレンガの素材に使われていました。前回大霧のところでこう、銅の鉱脈ができる仕組みを教えていただきましたけれども、はい、ここ花の山もそういった形で採掘できるんでしょうか？そうですね、実はこの花の山自体では銅が取れないんですけど、この周辺には銅が取られる場所がいっぱいあります、ね。はいはい、それはなぜか説明したいと思います。はい、前回マグマが石灰岩に侵入して、その接触した部分と反応して銅銀などの交渉ができるという話をしましたけど、はい、ここ花の山では実はこのマグマが今も残っています。はい、このマグマが冷えていくと固まります。はい、花崗岩という硬い石になるわけです。このマグマが冷えていくと同時に上の石灰岩が削られていきます。そうするとこんな形になります。石灰岩は比較的削りやすいので、花崗岩がこの山の形にして残ります。この花崗岩の山は今どこにあるかというと、この花の山です。じゃあ今私たちが立っているこの場所っていうのがもう花崗岩ということですね。そうです。で、この花崗岩でできた花の山自体では故障がないんですけど、その周辺で石灰岩と接触したと
ところでは銅などの鉱床があります。この銅が実際に使われているところがあるので見に行きましょう。はい、続いて私たちは花の山近くにある三神社に向かいました。三神社の近くにも銅鉱石の鉱床があり、国の史跡に指定されているエリアの東側のほぼ端に位置しています。トリスさん、この場所はどういった場所なんでしょうか？はい、ここは三神社っていう神社です。鉱山の守り神を祀る神社です。はい、今この目の前に鐘がありますけれども、はい、この鐘が長登銅山の銅を使って作られたものなんですか？そうなんです、その通りです。実は1671年に大霧山の鉱山が水に浸かってて採掘ができなくなりました。そしてその翌年にその泉が乾いて採掘が再開できたので、その例としてこの鐘を奉納されたんです。結構大きなものですよね。うん、そうです。高さは76.3センチです。実はこの鐘が郡司信康っていう人に作られたものなんですけど、この郡司信康っていう人は毛利藩のお抱えの職人でした。そうなんですね。うん、その郡司信康っていう人は島根県の出雲大社にある銅でできた大鳥居を鋳造した人。すごい人なんですね。奈良の大仏様にも使われた銅ですし、うん、まあ、こういう鐘にも使われた有名な人が作ったということで、やっぱり、ね、いい銅だったんでしょうね。そうだったんですね。